高値フラワーチャンネル始まります。皆さんはお洋服をねどのようにされていますか？私はねもう断捨離をしたり、まあミニマリストまではいかないんですけれども、目ざっと物を買ったりしておりますが、今回はね、どちらでお買い物したとかという購入品紹介は一切なしで、いつも着ているもので、もうお盆が過ぎたらやはりもう秋の気配がいたしますよね。先取り、ファッションは先取りですから、まあ色だけせめてベージュとか茶色とかね、ブラウンね、ベージュとか茶色とか70代ですよ、ベージュとかブラウンとかを使った、そしてまあ小物ですね、あまりないんですよ。スカーフを3本ほど使ってご紹介したいと思いますので、よかったら最後まで見て、そしてどうかグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。しないお洋服なんですけれども、色だけね秋のイメージでコーディネートしております。そしていつも BDM はYouTube の方からやらせていただくんですけれども、私趣味で13年ほど前からシャンソンをしておりますので、今からオーシャンゼリゼを歌います。まあ私たちね地方の通りはね、そんなシャンゼリゼ通りなんていうようなロマンチックな通りじゃございませんの。だけどまあパリをね歩いてるような気持ちで皆さん聞いてみてください。始めますね。街を歩く心軽く、誰かに会えるこの道で、素敵なあなたに声をかけて、こんにちは私と行きましょう。オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オーシャンゼリゼ。あなたを連れて遊びに行こう、みんな集まるあのクラブ、ギターを弾いて朝まで歌う、楽しく騒いで恋をする、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オーシャンゼリーゼ。昨日までは知らない同士、今日から二人は恋人よ。道を行けば世界が揺れて、恋するあなたと私のため、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オシャンゼリーゼ。いかがでしたか皆さん、フランスのオーシャンゼリーゼのパリの模様が、街の景色が見えましたか？私の歌ではそうはいきませんね。まあちょっとね、私もファッション着替えてだんだん乗ってきております、歌っておりますね。まあね、本当にねシャンソンをね習ってるんですけれども、なかなかね上手にならないんですよ。歌詞をね第一覚えられないんですね。先生のところに通って早13年が来ておりますが、皆様も何かお稽古をずっと続けていることはございますか？私はフラワーアレンジメントを教えております。70代のフラワーデザイナーなんですけれども、フラワーアレンジメントを教えてもう50年になります。そして花留学でねドイツに何十回か行きました。
それからまあもちろんフランスもイタリアも行かせていただきましたけれども、本当にねヨーロッパってあのマダムたちはね、そのなんか高価なお洋服というんじゃないんですけど、けれどもさりげなくねおしゃれしてるんですよ。まあ小物を着かせたり、まあスカーフ使いが上手なんでしょうかね。あの本で読んだことがありますが、パリのマダムは10枚しか服を持たないってね、そういう本がすごく売れたそうですが、それはなんか嘘らしいですね。やっぱり何十枚もございます。断捨離の先生がね、1年間延べ、まあ、あのフォーマルウェアね、お葬式とかああいう着ていくフォーマルウェアやコートまで入れて55枚だそうです。私も全部数えましたら88枚でした。 T シャツは約10�枚、それからパンツ類も10枚、まあジーパンとかね、ジーパンなんか2本ぐらいありますね。そういうのを入れたり、それからスカートを入れたり、レザーのスカートなんかもございます。そういうのももうだいたい10枚で揃えており、揃えるというかもう増やさないと言いながら買っておりますがそういう決意で、まあ断捨離をね、あのシーズン的にあのコツコツとやっております。まあ持たなくてもある程度まああれば、こういうふうに秋の雰囲気は楽しめるのではないでしょうか。まあベージュとか茶色とかね、そういう色を合わせて皆様もね、あの楽しんでください。ファッションはビタミンですよ。とっても元気になります。どこかね出かけるときに何着ていこうかななんて考えるのもね、なかなかいいものですよ。私お花を仕入れに行く時もね、ああこれあのお花だと水に濡れるとあれだから、この島村のバッグにしていこうとか、それから動きやすいからこのパンツみたいなスカートにしていこうとか、そういうふうにちょっと機能性も考えつつ、季節のことも考えつつ、経済のことも考えつつ、これはユニクロの T シャツを着ておりますが、まあユニクロもね1500円ぐらいでしたかね。今なんかセールですごく安いですね。でもセールだからってまたねいっぱい買い込むとね、またまたそれはそれでまた大変なので、なるべく購入品を少なくして、今日は60代70代のファッションコーデを組ませていただきまして、そして私の下手の横好きのシャンソンまで聞いていただき、皆さんありがとうございました。どうかね、まだまだあの暑さもありますし、残暑もねずっと厳しく続くと思いますので、あのご自愛くださいませ。実はねこの録画動画を撮ってるのは34度、気温34度です。もう外へ出たらあちゃーいう感じですね。だけど気分はもう秋よということで、皆さん先へと楽しみましょう。そしてまあなんかまだねこの動画を撮ってる時点では3000人になってるかどうかわからないんですけれども、チャンネル登録者がぐんぐん増えております。感謝しております。どうかよかったらこの時点でもチャンネル登録、そしてグッドボタン、そして愛あるコメントお待ちしております。本当にねコメントいただくと元気が出るんですよ。こちらのブルーの壁ね、リフォームをいたしましてブルーにしたの。もうコロナ禍でね、コロナで外に出られないでしょう。だからお家にいてもね、空が見えるような感じ、お家にいても外のような雰囲気が楽しめるように空色に変えました。今ねこのスカーフをしておりますが、これはねドイツへ花留学へ行ったんですね。その時に購入いたしました。20年ぐらい前ですので、もうボロボロなんですけれども、これこそ捨てがたくて使っております。これちょっとね結構高かったんですね。でこの黄色いバッグは最近購入いたしました。 Amazon で購入いたしました。それでは皆さん、皆さん、お知らせがあります。じゃ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 ーん。週刊女性、8月17日から8月14日発売の週刊女性に、
じゃじゃーん。私の記事が載っておりますので、ちょっとプチ自慢させてください。ここですね。ほのぼのシニア YouTuber っていうとこでございます。またよかったら買って読んでね。これですね。